べます。見てバリの M 見えない。あ、見えた、見えた。 M 食べたい。あ、そう、うまい。おいしくない？うん、めっちゃおいしい。おすすめ、おすすめ。まあ、ゆずぽんにおすすめされたんで、私はただの受け売りですけどね。これってどうやって食べるのが正解？ミンティアってね、噛むの？舐めるの？噛む？舐める？なんだろうね。でも硬さがありますので、歯を痛めないようご注意くださいって言ってる。え、じゃあ噛んでダメか。最初は舐めて、最後は噛むみたいな。噛めなそう。なんかそれで思いました。一回さ、うん、病院に行って、うん、なんかトローチをもらったんですよ。で、なんか LINE でお薬手帳が見れるみたいな。うん、え、すごい。で、なんかトローチをそのもらったからなんか、うん、こ今んとこどうですかみたいなのが来て、うん、なんかトローチ、ちゃんと舐めている、たまに噛む、バリバリ噛むみたいな選択肢があって、うん、いやたまに噛むっていうボタンを押して、うん、アンケートみたいな、うん、送信したら後から、うん、あのトローチは舐めて食べる、舐めてるから最後まで舐めるようにしてくださいみたいな、うん、メッセージが、うん、怒られちゃって、怒られちゃったっていうあのどうでもいい話なんですけど、今の時代はすごいなと思いました。あ、そう、昨日かな、ショールームしたんだけど、うん、なんかなんで風邪ひかないのみたいな、うん、その S で話してたから、 MC でね、バカは風邪ひかないって、うん、だから聞かれたの、なんでマミちゃん風邪ひかないのって、うん、で、私は洗脳をしてるんだっていう話になって、うん、こうなんかこう寒いとかさ、お腹減ったとかいうメンバー、うん、特にマリンとかが言ったら、うん、寒くないよ、いつも言われる、言うでしょ、うん、私は常にあの身の回りのメンバーにこう洗脳をかけてるって話をしたら、うん、すごい笑われたの。かけられてるね、いつもかけられてる。私もなんかお腹空いた、うん、どうしよう、耐えられない、コンビニ行ってから帰りたい、うん、お腹空いてないよみたいなそういう感じで言われるから、うん、ちょっとね、言い聞かせられてます、うん、そう、それだから、でそのまままっすぐ帰ったら、うん、早く着くから、うん、大丈夫だよっていつも言われるんですよ、うん、なんてこった、うん、はあ、いつもそうやって洗脳されてます、うん、マジでその言い方なんだ、うん、言うよね、言う。野村もそのタイプなのかな、うん、野村頭痛いとかよく言ってるイメージなんだよ、うん、野村にも言うもん、痛くないよ痛くないよ、痛いよ本人は、うん、痛くないよ、洗脳でね、うん、でも本当に気からなんだよね、うん、本当にそう、確かにん、どういうこと、え、1たす1は2じゃないよでしょ、うん、なんたらじゃないよって、あ、そういうこといや、めっちゃなんたらじゃないよ、痛くないよって全部否定するから、1たす1は2じゃないよっていうそういうあれね、うん、お母さんみたい、うん、洗脳されてるんですね、うん、大事です、ほんと。ね、その MC 懐かしくない？何話したの？なんかリクアワでポジティブシンキング披露した後だから、うん、なんかそういうトークをした後にポジティブシンキーンってやるっていう MC があったの、リクアワで。はいはいはい、今懐かしいなって思ったよし、多分着替えたかも、なんか違う違う、あのもうめっちゃ昔のやつ。あ、めっちゃ昔ね、2014とか12とか14とか、なあ、私が擦り切れるほど見てた。なんかさ、うん、あれかな、
2014か、多分14の気がする。あ、前のやつね。めっちゃ最近のやつ想像したなと思った。10年前だよ、名古屋ドーム10年前なのが怖いんですけど、うん、最近気づいた。そっか、10年前か。怖い、時の流れが早い、うん、やばいね、うん、私の生誕祭はいつですか。私も知りたいです、それは。うん、うん、わかりません、わかりません。もう2月か。なんか、年を取るのがさ、早くなるって言うじゃん。うん、1年が早く、1日が早く感じるみたいな。うん、なんか、昨日のことが3日前ぐらいに感じるのは、これはどっちですか。うん、昨日のことが3日前ぐらいに感じるの。ほう、それは時の流れが早いのか、それとも逆なのか。早い、やっぱそうだよね、年を取ってるんだ。うん、老化かな。シンプル。それは早い方なんだ。うん、ああ、ダメだ、ダメですね。うん、わ、高須先生が充実してるんだよって。ありがとうございます。いいことだった、うん、いいことだよね。いいことだよ、うん、いいことでしたわ。じゃあ、あ、ただ忙しいだけでは、だって。あ、ビンゴか。うん、ビンゴかもね。そりゃそうですね。充実。でも充実してた方が一日早く感じない気がするから。うん。いいことかもしれない。一日にやること多いとそういう感覚になりますね。へえ。けどわかる。なんか、私も昨日ショールームやったのが、昨日だっけってなったもん、さっき。私も昨日ショールームしたけど、うん、ただ今日は本当に12時間ぐらい寝てただけだけど、うん、うん、一昨日ぐらいに感じる。寝てただけだけど、確かに学校の授業は長く感じるよね。そういうもんだよね。うん、何時までやる。そういえば何時までやろうね。今何時なんだ。ちょっと時計が最近アプローチ充電するのがめんどくさい。9時16分。うん、でも10時までできるのかな。多分一応ね、うん、理想何時。何でも。今はお仕事の合間、お仕事終わりです。私の家でも大体時計ない。確かにあんま時間、はあ、だからかな。ん、はあ、時計があまり近くにないから、うん、こんなにもちょっとルーズ気味になっちゃうってこと、うん、いや私時計めっちゃいっぱいあるよ。いやでも携帯常にちゃんと見て時間も確認するよ、うんうん、おかしいな。なんかね、ショールームやるたびになんか喋ろうって思ってたことがあるんだけど思い出せないっていう現象になるんだよね、うん、私だけ。私もだよ。なんかあったんだけど、特に話そうって思ってなくても、なんかコメント見て喋ってたら気づいたら思ってる。1時間ぐらい。え、そうなんだよね。そういうもんなんですよね、うん、でそうやって言うといつもファンの人が私の引き出しを探そうといっぱいコメントしてくれる。いつもありがとう、本当に。なんとかあれはって言って
私の告知とか全部教えてくれるなんだっけって言ったらこれとこれとこれじゃないみたいな。え、すごい大事な話？どういう話？わかんない。トーク会の話とかじゃなくて、だっけな。いつもさ、なんかさ、家でぼーっとしてるときにさ、思い出してさ、あ、これ今度話そうとか思うけどさ、うん、忘れない？忘れる。てか、あんまり、うん、気にしてないかもしれない、うん、いや、あれはトーク会さ、うん、あれ切るって言った。あ、そうじゃん。それも言おうよ。あ、それは別だったか。うん、どうぞどうぞ。私たち幼稚園児になります。どうしよう、この4つも年齢離れてるのに私も幼稚園児を名乗るのか。で、今ちょっと仲間増やそうか検討中なんだよね。あ、どうなんだろうね、あの子は。ああ、あの子はどうした？分かんない。LINE したけどどうした？まあ今んとこあの2名で、はい、分かんない。他にもしかしたら出してる子がいたらその子もです多分なんか2月の違う3月の23かな、覚えてない。3の幕張メッセの土曜日かなです。そう、なんか5時半ばりが始まった日に隣にいたから、うん、なんか清いよって言ってそれでね、はい、それで決まりました。2人だけ分かんない。でもその場にもうあの新幹線で話してたもう3人席だけど、もう1人いたけど、3人席で一緒に話してたメンバーがいるんですけ ど、その分だいぶ気まぐれなんでどうなってるか分かりません。8期の気まぐれ、一番気まぐれなんですけど、うん、なんか1日で何かしててもみんなそろそろ帰るねって帰っても、うん、最後まで取り残されるし確かにそれが我々です、うんうん、そうですね。ファンもお揃いした方がいいのって聞いたお任せしますお任せしますよ、うん、やめてその顔するの。保護者服でも全然何でもいいですよ。授業参観みたいな、うん、同級生になってもいいしならなくてもいいし、うん、目標を宣言しとくね。はい、あ、な、なんですか、はい、一緒にディズニーに行った時に写真をあげるそうだね。なんか1回行った時のあのスタイルですよ、うん、私短期間に2回行っちゃったんですよ。だからその写真がたまりすぎちゃってハロウィンとクリスマスどっちも行きたいじゃなくてどっちも行っちゃったんですよ。そうそう、でも私たちは、うん、撮った日に載せるとかそういうのなんかすぐ選べないタイプ。そうそうそう、で気づいたらクリスマスは終わっていたっていうね、うん、そうなんだよね。で今その写真をいつ出すか悩んでいたら今マヤさんとかが行きましたみたいなの投稿を見て、ね、絶対私たちより後に行ってるのにそうすぐ投稿しててすごいと思って偉いすごいってなって、うん、今頑張って投稿しなきゃって思って、うん、だからここで宣言しとこう。あの、うん、ゆずぽも一緒に行ったんですけど、うん、ゆずはもうあげてたもん ね。そう、私たちが遅いだけけどさ、私たちさ、なんか投稿のさ、なんか順番とか気にしちゃうタイプじゃん。うん、ちょっとね
気にする。でも全然映えないんですよ。そう、別に決して映えてるわけじゃないんだけど、うん、その自分の中のこだわりがちょっとだけでも、ね、少しでもなんか同じ画角のやつが、うん、そうそうそう、ちゃんちゃんちゃんって来ないようにしたいなとかさ、あるじゃないですか。よく考えたらちょっとキリがなくて、うん、止まっちゃってるっていう、そういう感じですねっていう、はい、宣言したら多分やらなきゃなるかな。でも宣言してもやってないことたくさんあるんだよね。最悪やろう本当にダメだ、頑張ります。うん、でもさ、結構前だけどさ、うん、こうショールーム配信するたびに毎回っていうほどなんか痩せますとか、今日からダイエット始めますとか、早く寝ますとか、うん、なんかすごい宣言してる時期があって、うん、で本当にしないの私、うん、宣言が成功してないことをみんな知ってるから、うん、私の宣言あんま聞いてないかも、みんな私の方にアミちゃんは気分、アミちゃんは気分嫌だからって、うん、気づいてるかも。でもね、そう、気分嫌なんです私たち、うん、そう、また配信しますって言って1ヶ月配信しなかったりあ、そう、それはね、うん、ちょっとね、はい、そういうとこがあるんです。良くないですね、頑張りたいと思います。 B 型あるある、こうやって B 型のあれですよ、株が下がっていいから知ってますか皆さん、うん、B 型ってB 型っぽいみたいな、うん、ほぼ悪口なんですよねそうなんですよね、みんな B 型をね、こう、うん、どちらかというと悪い印象ね、うん、持たれがちだよね世間的に、ね、持たれがちなんですよ B 型って。 B 型なんだって言われるよね、うん、でもごめんけど、うん、B 型に見えないねが多い。マリン、いいな、 O とか O とか、いや私は一発で B 型でしょって言われるO か A かなみたいな、うん、B だと思うのもあるね。でも部屋の汚さ見たら B だと思う。あ、でもこういうのがだから、うん、B イコール部屋が汚いみたいな、いやそういうね、そういうのが良くない、ね、なんかどれか開けようよ、お菓子いいよ、どれ食べたい、2人は LBTA 違いそう、違いますよ、1個だけじゃん、違うの。え、でも私2種類出るの。あ、そっか、けどなんかこれだって思ってるやつは1個違いだよね。うん、2個ある、うんうん、私は INFP の日と INTP っていうやつの日があります。うん、私は ENFP です。だから INFP と ENFP ってことだよね。うん、そういう方、そういうこと。でもね、めっちゃ気になる、多分私のどれ MBTA の、うん、どれでもいいよ、投票する。え、これ好き？アーモンド。あ、全然好き。これにしよう。うん、なんかあれなんだって、私の MBTI は MBTI のそういう診断が好きな人だから、うん、そういうのめっちゃ見ちゃうんですよ。だから、あ、そういう占い大好き系性格ってこと？そうかも、うん、めっちゃ見ちゃうし、あ、この人があれ何年って言った、そうなんだ、ちゃんとめっちゃちゃんと覚えてる。へえ、確かに人も覚えてるかも。何も覚えてない、一つも。めっちゃ覚えてます。いただきます。美味しい、今日仕事でゲットした。はい、いただきます。うまー、めっちゃ美味しい。おいいしましょ。すごいですね、めっちゃめっちゃツイッターで流れてくるもん、みんなです。かわいいスティファン、ありがとう。あ、INFP と ENFP は相性いいみたい。2種類ぐらい出て、うん、性格が片方の日は暗
倉島とめっちゃ相性がいいけど、もう片方の日になると一番相性が悪い人になって、そうけどね、それめっちゃわかるんですよ。ゆずとめっちゃ相性合わない人会う日がめっちゃあるの。本当に面白い。だから本当に日によってゆず違うんだなって気づいた。それでこれは面白いんですよ、うんうん、診断って面白いねって思った。だから私はめっちゃ調べちゃう、うん。めっちゃそれを気づいた時めっちゃ面白かったよね。めっちゃ笑った。ゆずゆずこの性格の時はめっちゃ私と欲しいけど、うん、これ悪いらしいよ、こっちは悪いらしいよみたいな言って、わかるかもみたいな。お互いわかるってお互いにね、それわかる、理解してるならいいよ全然、うん、仲いい上でのね、うん、だからさ、たまにさ、初期の頃と喧嘩してたんだろうなって思うの。その日は合わない日だったんだろうなっていう。確かに、うん、どちらかというと、ゆずぽが変わってるだけだから、うん、ゆずぽ次第なんだ、うん、それはね。面白い、うん、だから面白いんですよ、うん、でもあれだもん、なんか GMA がちょっと前にそれでライブのなんかユニットとかさ、うん、決めてた、決めてたじゃん。だからなんかそのたまに知りたいときにマキコさんのツイッターに載ってるから、うん、斉藤マキコ MB って検索して、うん、たまにチーム E、ね、チーム E の一覧見て楽しんでるんだよ、うん、チーム E 愛ばっかだからね。でも言うて私たちも愛ばっかな気がする。いやでも何人いたんだっけ E が、うん、E の E から始まる人が何人いたんだよ。なんか4人5人ぐらいしかいなかった、うん、でもエスパーそんなもんじゃないですか。でマキコさんとココちゃんと私とゆかさんが E、 ああ、うん、その E から始まる人は外交的な、うん、 I の人が内向的なんだよね、うん、でもみんな変わる人が多いから、 I コピオンも E の時もあるみたいな、うん、あとはニクルとナムラとナカちゃんとか、うん、外交的な人たち、うん、ぽい、これで人の結構覚えてる、うん、すごいね、そうなんだみたいな、何も覚えてないもん。ね、MBTI さ、最初見で見るとマジで何言ってるか分かんないけ ど調べてるとめっちゃ面白く見えてるから、詳しくなるとね、面白いよね、うん、見てみてほしいです。なんかこの MBTI あるあると調べると、なんかなんていうの、例えばなんか宿題見してって言われた時のリアクションみたいなのとか、うん、こう出てくるんですよ、なんか再現してる人が。そういうの見るのがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見ちゃうんだけど、私の INTP はだいたい寝てる。だいたい寝てますね。だから私は寝る MBTI でした。みんな頭がハテナハテナかも。ごめんね、 MBTI の話して、ごめん、あんま分かんなかったよ。でも診断したらね、まあ、多分あこういう感じなんだってなる、うん、まあ、止まんないね、美味しい。一緒にすんなるのよね。でもなんか一緒に公園出たいね。うん、私もう倉島と何年も出てない。うん、寂しいよ。ごめんね。うん、ごめんね。ごめんね。ごめんね。最後に出たのいつかわかんないもん。うん、寂しいな。いつだろうね、出れるといいな。最後に一緒の公演に出たのは、うん、いつな、あわか。で、真剣に3年以上は出てないわけじゃん。3年前、3年4年くらいは出てないじゃん。
3年前でも逆にないんだ。いや、コロナ前じゃない最後に。3年前って2021だからコロナ後なんだよ。あれ？じゃあ2020年だから4年ぐらい？うん。まだ出てないんですよ。青が野郎だって。やれなお互い違う約束よだった。あ、これしたと思った。伝わらん。ドド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 みんなが今まで見た公演で一番好きな公演ってなんだろうみたいな。あー気になる。全然 SK じゃなくてもいいし、うん、他のフォーティエイトグループとかでも、うん、何でもいいんですけど、みんな何の公演が好きなのかなっていう素朴な疑問です。ね、皆さんの神公演届かない届いた。私の好きな公演はうーん心が苦しくなった好きな公演多くてびっくりしちゃった。なんだろうな。アイドルの夜明け、シアターの女神、ラムネの飲み方、僕対カサブランショート、ラムネ、ラムネ、シアター、制服の目、制服の目、パジャドラ、声出していこうぜ、逆上がり、B3、逆上がり、パジャドラ、アップカミング、制服の目、恋愛禁止条例、推しが出てる公演、それはそう、青春ガールズ、SK フェスティバル、僕の太陽、逆上がり、制服の目、制服の目、制服の目、シアターの女神、手綱、SK フェスティバル、声出し、We are、We are、セカンド、ここでん、ラムネ、手綱、制服の目、ラムネ、支えた足跡、もうすごい、みんな、ちょっと SK の公演ばっかり、当たり前か、当たり前か、SK が好きだもんね、みんな。ね、すごい。今の声みんな愛きみって言ってるのか、愛愛公演って言ってるのか、何、うん、ですか、別のリセット、声を出していこうぜ、会いたかった、リセット、強くの目、強くの目多い、みんな好きだね、わかる、わかる、とってもわかる。いやけどね、うわリスタート、今日ラムネ好きなんだよね。ラムネ、制服の目、僕対、シアターの女神かな。選べてないやん。え、選べてるよ。4つに絞った。ミネルヴァって何ですか、私わかんない。ミネルヴァって何のやつ、うん、でも最近なんかどっかの証拠みたいな、あれミネルヴァってどこのやつですか。わしは制服の目かな。制服の目からラムネか選べないけど、多分制服の目。49ね、はい、49じゃない、48、普通に8だった。AKB か。あれなんか組み合わせってやつかな。うんうんうん、いろいろ集めていけね。なるほど、気になる。2個もあった。いろいろ集めていけでさ評価されるってめっちゃよくね、うん、ってことはめっちゃいいんだろうな。ストーリー気になるな。あ、誰かのために、誰かのため、誰かのために人は生きて、おー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 、いいよな。いや、いいですよね公演って。うん、あ、アザーズの配信始まったって。アームランズです。まだ目指してたんですか、あなた。アームランズです、です、アームランズです、です。Behind the curtain.
やそうなんか AKB、うん、さあめっちゃなんかその、うん、いろんな組み合わせをいっぱいやってるイメージだから、うん、プロデュースコアみたいないっぱいあったよね。なんか知らない？あ知ってる。時差ちょっと時差電波悪かった。からね気になる。みんなどんなセットリストなんだろう。あんまプロデュースみたいなの読めるけど、うん、ね字ちゃんと見たことないからさ。確かにプロデュース公演か。いいね自分がすごい、ね、プロデュースしたらどんな曲を集めるかってことだよね。うん。何入れるかな自分なら。そうアンナ先生のとかもあるよね。知ってる知ってる。確かにな。プロデュース公演とかしたらもう初日迎えらんないかも。考えすぎていや本当に初日迎えらんない。本当にね、うん、なんかごめんだけど多分初日迎えらんない気がする。だっていつもセットリスト自分たちで考えましょうってなった時、うん、やばい、なんか頭パンクしそうになるんです、うん、だからちょっとね、うん、あ、夜明けいつか SK でもやってほしい。夜明けって何なんだ。アイドルの夜明け CMB？ うん、私さ SK 一本人生すぎてさ、そうあんま詳しくないんだよね。私もなんとなくしか、うん、うん、今日ねちょっと前にあの劇場公演をしろって言ってね、うん、なんか見ようって思ったんだけどね、うん、思い出したわ今。そのそんな時があったことを思い出した今。見てなかった。結局見てなかった。見てないな、うん、そう気になってる。でもラムネ、うん、ラムネと制服の中にいやね強いよね。強いね。100m コンビニ好き。題名は出てくるけど曲が出てこない。あのアンコールのやつじゃない。アンコールじゃないか最後の方。あの白黒のさ水玉とストライプみたいな。ああはい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 。そこまで来た。うん曲出てこない。一応曲と名前一致しないタイプ。わかるわかる。他のホーティーズのライブで声見に行きたい普通に。うん。SK に出張公演で来たことある方しか見たことない。あ、そうだ思い出した。私が喋りたいこと。ん？さ、あのティーンズユニットやりますかってすごい聞かれてたの。ああ、めっちゃ大事なことじゃん。そう、頑張りますっていうのだけを言おうと思ってたんだ。その具体的なそういう話っていうよりは、うん、その。やば、難しいね。うん？懐かしいね。やるのやらないのみたいな感じですごい聞かれてたから、やらないっていう選択肢は別にないじゃん。うん、そうだね。頑張りますっていう、そうそう、それだ。よかった、今思い出して今。プリマって文字が出てきて思い出した。ああ、よかったよかった。応援しましょう、みんなで。うん、ね、まだティーンズなんだ。羨ましいよ。うん。羨ましいよ。頑張りみやす。あ、今めっちゃ逃げた。めっちゃでかい声出ちゃった。すごい逃げた今。やめて、そんな、うん、びっくりしちゃった今。あみちゃんコメントにさ、コメントに来てたから読んでみたらすごい似てた。なんかすごいあざあざみたいになっちゃった今、うん、その発言がね。頑張ります。みんな似てたなって、ね、似てたよね今。びっくりしちゃった今。すいません、なんか似てるからさ勘違いされてあざあざが発言してる感じになっちゃうかもしれない、うん、ごめんなさい。倉島亜美です。倉島です。やってるんだね。ね、私もティーンズに見える。ありがとう。あ、本人に届きました。だって恥ずかしい。恥ずかしいティーンズに見える。やったー。じゃあ立候補しようか。倉島アミアスって書いてあった。倉島アミアス。
あんまり似てる顔っていないな私。うん、いや奥の子じゃ似てるって言われた。うん、じゃあ似てるのかもしれない。うん、こっちの前髪が浮いてるんだよね。え、なんか前髪をあざあざに寄せたら似そう、うん、もっと。ああ、分けて。そんな前髪透けてないよね、うん、もうちょっと重くしたら分けてカチッってアイドル前髪あるイメージ。うんうんうん、今日一回やりたいな。なんかあと一個食べていい？あ、いいよ。やっぱいただきます。ね、8級選抜増えたね。だって、うん、嬉しいです、嬉しいです。栄養と読んじゃった栄養と、栄養とだった。ハートなんですよ、ね、かわいい。ここもハートなんですよ。かわいい、かわいい、かわいい。ガチガチ。お誕生日親に買ってもらいました。あ、そのそういう服なんだ。かわいいね。うん、かわいいでしょ。うん、わ、反応してくれてる人いる反応してますね。そう、好きなアイドルさんがね、うん、一緒だからすぐそっちの方向に持ってっちゃうんです、うん、みんなも推しがいたら共感してもらえると思うけど、ね、取材とかでさ、なんかさ、こう曲のさ印象とかさ、うん、曲の話とかさ、なんか他のなんか質問とかでも、なんか好きなアイドルさんがこうこうこうでみたい な, なんか話の流れで、そういう好きなアイドルさんがってちょっと間に挟むみたいな時とかも、うん、あ、なんか話して、そのことで話してんだろうなって、おしめお互い知ってるから。あ、そう、隣で一緒に取材していただくことがあったんですけど、うん、なんかね、そう、ちなみにカラオケではどれの曲を歌うんですかみたいな なんかどんな曲歌いますかみたいな、そう、みたいなアイドルさんの曲みたいな、うん、とかどんな曲聴くんですかみたいな好きなアイドルさんの曲歌ったりしますねって、うん、イコラボかな頭の中で意思疎通してそうなんだろうなみたいなそうってなるんですよ、うん、いやーね、みんなもきっとあるんじゃないかなと思って、うん、なんか生活してて、なんだろうな、愛のホログラムだと難しいな。ホログラムも見ることないもん、あんまないもん、うん、何なんかわかんないけど、人やはね、ラムネを飲もうかなって思ってみたらラムネの飲み方で歌っちゃうみたいな、口で歌っちゃうみたいな、あ、そんな感じですよね。はいはい、うん、はいはい、そんな感じで皆さんもあるんじゃないかなと思って、うん、
快速に乗ったら動体快速と動体していくかな、うん、でも無理じゃない、うん、実際どうなんだろうって歌詞の意味考えるのめっちゃ好きで、うん、めっちゃ考えられる。すごいね。なかなか無理じゃないですか、この快速と快速乗ってて、うん、一瞬すれ違う瞬間にいたみたいなむずっ、うん、すごいみたいな、うん、そう思うな。最近何の歌詞がすごいと思ったの、うん、なんか話してたんだよね。何の歌詞って、えそれこそさ別名に出た時だ。ああ、何だろう、ロマンスロケットの話、うん、ロマンスロケットの歌詞って何、うん、みたいな話になって、うん、なんか、うん、なんだっけ、恋を沈む地球人、宇宙で唯一の失敗作、うん、大きな国の自由、地球人の時もあるじゃん、あと進化の途中、うさ手を取ってみたり、つがって笑ってみたり、ダーキアとキスしたり、触ったりして、エイリアンでわからない高校とネハリの意味は難しい、そんな天使的な地球人なんですよ。えみたいな、最初失敗作って言って、うん、このなんか恋愛する地球人、お気楽、うん、アホなんかみたいな感じの勢いで言ってんのに、うん、素敵な地球人みたいなだからあれみたいな、でもすごい世界線みたいな、うん、他の宇宙の人恋愛しないんだみたいな話をしてたんですよ、うん、いや、そういうなんか不思議な歌詞を想像して、うん、秋元康さんすごいなみたいな、うん、そんなことまで考えるのか、うん、っていう話をしたし、そういう話をね、うん、結構この皇帝の子犬とかも例えたりして、うん、皇帝の子犬は何だろうねみたいな、うん、子犬が現れるそういう歌詞を考えるのにハマってるんですよ。私さマジでさ、うん、こう SK になってからやっと歌詞